隊長、強豪軍のトラックが2台先行してこちらに突っ込んできます。何？あのトラック、スピード落としません。まずい、城門の前にいる奴らを交代させろ、早く。全員下に行け。奴らがなだれ込む前に食い止めろ。ケンシロー、お前に頼みがある。なんだ。貴様に状況を伝えに行ってくれ。多分まだ勝てど、この攻められ方じゃ早く対処しねえと取り返しがつかねえことになっちまう。ここは俺たち衛兵隊が死守する。頼んだ。ケンシロウさん、ご苦労様です。ジャグレから頼まれて状況報告をしに来てくださったそうですね。ああ。外の様子はどうなっていますか？いつもならもうジャグレが強王軍を追い返している頃だと思うのですが。まだ衛兵隊たちが戦っている。城門は破れ、敵が門からなだれ込んできている。何ですって？
あの屈強な壁が。今はジャグレが城門前で強王軍を食い止めているはずだ。そんな、門が突破された以上、住民にもきっと被害が。わかりました。ケンシロウさん、あなたもすぐ避難してください。この町とは無関係のあなたを巻き込むわけにはいきません。お前はどうする気だ？町の子供たちを安全な場所に避難させます。どんなことがあっても、小さな命は守らなければなりません。たとえこの身を挺してでも、子供たちだけは。俺も一つ役に立たせてもらおう。ケンシロウさん、これも乗りかかった船だ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。骨剣。
飛行優先。首をへし折るよ。早くその銃捨てなってねえ。おいじいさん、待ってろよ。必ず助けてやっからな。わしのことはいい。それよりどうかこの町を守ってくだされ。何しやがるこのクソ野郎。そうやろうとは失礼だね。僕は強王軍ナンバー2のタルーガ。君たちの新しい支配者の一人となる男さ。口の聞き方には気をつけなよ。支配者だと？貴様らのようなやつに誰が。今までの襲撃を退けたからって僕たちを舐めてもらっては困る。残念だがこれまでのお遊びはもう終わりだ。今日こそこの町もろとも強軍がいただくよ。やめろ。そのじいさんはただの住人だ。だから言ってるじゃない。このおじいさん助けたいならその銃捨てなってさ。さあどうする？次は首だよ。わかった。かっこいい。さすが正義の味方、エデンの衛兵隊長様だね。さあ約束は守った。じいさんを解放しろ。いいよ。じいさん大丈夫か。大丈夫じゃ。ありがとう。ああごめんごめん、頭に穴開けるつもりだったのに外れちゃった。してるとはいえちょっと動きが遅すぎるんじゃない？衛兵隊長さん。
悪ふざけもほどほどにしろ。誰だ、あんたは。この町で人探しをしているもんだ。ケンシロウ。人探し？少しは骨のありそうなのがいるじゃないか。やめておけ。ああ。これ以上お前らと戦う気はない。何言ってんの？僕たちに盾ついた以上、君の死刑は確定なんだよ。今さら許してくれと言っても、もう手遅れだね。よく喋るゴミだ。なんだと？ここは町の入り口だ。これ以上生ゴミで散らかしたくはない。面白い。ではこの人数を相手にどこまでやれるか見せてもらおうじゃないか。行けよお前ら、やつを八つ裂きにしろ。
残骸剣。三秒後に貴様は死ぬ。はあ、なるほどね。面白い剣を使うじゃない。なんていう剣の？北斗神拳。知らないな。ならば、とくと味わってから死ね。死ぬのはお前だよ。自分がどれだけ運のない人間か思い知るがいい。さあ、始めよう。どうやら運がなかったのはお前だったようだな。な、だと？貴様は最初からジョーカーを引いていた。ジャグル、しっかりして。ジャグル。急いで診療所に運びましょう。あそこなら治療が施せます。わかった。
ジャグレン。リハク先生、ジャグレンの容体は？このような症状は初めてです。肉体のどこかを損傷したわけでもなく、五臓にも異常はない。これは一体？おそらくは凶王の技が原因だろう。凶王が使った技？何かの剣法の技なのですか？おそらく。そしてこの剣は目立った外傷もなく、人を破壊する。似ている。北斗神拳に。だがジャグレに飛行をつかれた形跡はない。これは北斗神拳とはまるで違う異質の剣だ。それでは何が原因でジャグレはここまで？おそらくは心。凶王の放った謎の剣は精神に深い損傷を与える剣のようです。このままではいずれ精神が崩壊し、廃人か狂人となるでしょう。助ける手段は？残念ながら私では手の施しようがありません。そんな。ではジャグレがこのまま壊れていくのを黙って見てるしかないのですか？他に直す手立ては？もしかしたらあの噂の剣士なら直せるかもしれません。噂の剣士？あらゆる傷を癒せるという剣士の噂です。何でもその男が触れさえすればどんな病も治せるそうです。現に彼が治療を行った村では多くの病人が病を克服し、奇跡の村と呼ばれています。その男の名はトキ。何？まさかトキ兄さん生きていたのか？ご存知なのですか？トキは俺の兄弟子だった男。本来なら俺ではなく、トキが北斗神拳の伝承者になるはずだった。技のキレ、流れ、速さ、神技体、どれをとっても非の打ちどころのない剣法家だった。だがあの最終戦争で時は核で汚染された灰。時が体を張って俺とユリアを死の灰から守ってくれたんだ。時は生きてはいたが不治の病にかかり、今俺がこうして無事でいられるのも、伝承者になれたのも。そんなことが。時は残りわずかな命と北斗神拳、病に苦しむ人々の治療に役立てると言い残し、行方知れずになっていたのだが。確かにその方ならジャグレを救ってくださるかもしれませんね。しかし今はとある監獄に監禁されているそうです。何？なぜ時は閉じ込められている？理由は分かりません。彼が村で治療をしているところを突如何者かに襲われ、そのまま囚われたそうです。ならばその監獄の場所さえ分かれば時を解放できるはずだ。それは容易ではございませんぞ。どういうことだ？その男は今あのカサンドラに収容されているのです。何ですって？カサンドラ？カサンドラとは？一度収容されたが最後、二度と生きて出ることができない死の監獄と聞いています。そしてそのカサンドラを統治するのが極超ウイグル。奴を倒さない限り時に会うことは不可能でしょう。ならば俺が
ジャグレを時の元まで連れて行こう。なんと、ジャグレのためにカサンドラに挑むというのですね。ああ、わかりました。すべてはケンシロウさんに託します。私はエデンの統治者として今この町を離れるわけにはいきません。わかっている。ジャグレをどうかお願いします。そしてあなたが無事に戻ってきてくれたら、今まで話せなかった真実を話します。真実？ユリア様のことです。ユリアのことだと何か知っているのか？彼女が今どこで何をしているのか、私の知っている全てをお話します。あなたが本当にジャグレを助けてくれるのなら、私はあなたを信じます。それでもいいですか？ならば私も同行いたしましょう。微力ながらカサンドラまでの道中、患者の容態は私が見ますので。頼む。そうとなればまず車が必要になりますね。距離もありますし、ジャグレを抱えての移動には無理があります。しかし車は凶王軍の襲撃で全て壊されてしまいました。まずは車を修理する必要があります。わかった、俺も協力しよう。お前はバット？やっぱり剣だ。探したぜ。バット、なぜここにいる？剣とサザンクロスの手前で別れてからいろいろあったんだよ。車は壊れるし、奴隷商人に捕まって売り飛ばされそうになるし、その奴隷商人どもは凶王軍とかいう連中にぶっ殺されるし。凶王軍だと？ああ、そうさ、俺も凶王軍に殺されそうになって逃げてきたんだよ。本当に危なかったんだぜ。で、凶王軍の後をこっそりついていったらこの町にたどり着いて、豪快に門がぶっ壊れてたから忍び込んだんだよ。町の情報を集めてたらケンシロウって名前が出てきてびっくりさ。そうか。ケンこそなんでこの町にいるんだよ。ケン、だんまりはなしだぜ。俺にできることがあったら協力するよ。なぜ俺に協力したがる？そりゃさ、ケンの強さがあればなんかお得なことがありそうだし、俺は剣より交渉とかはうまいと思ってる。町で暮らすつもりなら特に俺は役に立つと思うぜ。ここは持ちつ持たれつで、前みたいに頼むよ。この町にユリアさんがいるかもしれなくて、今はエデンの衛兵隊長を救うためにやっぱり俺のバット車を作るんだよ。この町なら車を修理するよりも。作れるのか？ああ、正確には組み立てる。俺が自分の車を手に入れようとして集めた情報なんだけどさ、そのパーツを集めれば車の1台や2台は簡単に組み立てられると思うんだよ。それに誰かの車を修理しても後で返さなきゃいけないだろ。この先自分の車があった方が便利だと思うぜ。そうだね。そうと決まれば早速。ケン、
Yeah. お？いや。なんだって？
No.
いや。 なんだって？はい。
らっしゃいませ。ありがとう。お？なあ。お。いや。なんだって？ああ。よ。素晴らしい。